小田和正作詞作曲 I love you。 流されて流されて僕のところへ、切ないね、あなたの白い肌。ああ、早く9月になれば。 I love you、 I love you。 今日の Q&A はオフコースの I love you から、お題を拝借いたしまして、皆さんの愛の言葉、愛の告白についてのお話を伺ってみました。さて、今日のゲストはついに登場、ファンの熱い要望と、そしてスタッフのしつこい要請に応えて、出てきてくださいました、オフコースの皆さん、どうもお待ちしておりました。こんにちは。どうも。どうも。今日ね、例えばスタジオに入ってきて開口一番、みんなが言ったの、あの、3ヶ月ぶりですねとか半年ぶりですねみたいな挨拶が多かったでしょう。ええ、ところがもう1年と2ヶ月近く経ったんですよね。びっくりしました。時の流れの早いこと、本当に、ということで本当にあの久々でございます。今日の Q&A は I love you ということで、そこであの挨拶代わりというか自己紹介代わりに、あの一人ずつたくさん来てます、おはがきの中から選んでいただきまして、その I love you とおはがきを読んで、そしてその後でおっしゃっていただきたいということで、よろしくお願いします、ね、小田さんからいきましょうか。僕の選んだはがきですけれども、福岡市の坂本のり子さん、オフコースを呼べ。お前ら今年の初めに呼ぶ予定があるとか言いよったとに、全然出てこんやんか。この噂という字が書いてます、きっと嘘のことだと思いますが、この嘘つき野郎、おばん、結果無造、ゲゲゲのいい加減に せろよ、クソ。早く呼んでお願い。なかなかすごい話でしたけども、I love you、小田和正です。どうも。今のあの I love you はのりこさんに言った言葉ですか。そうですね。一応。はい、じゃあ次行きましょう。僕行きます。はい。吹田市の木下佳代さん。オフコースの大ファンです。特に清水さんのコンサートでの淡々としたベースと鈴木さん、あ、ベースと杉さんの曲が好きです。あ、I love you。 かよさんに、はい、もう一回行こうか。はい、 I love you。 はい、松尾です。北海道釧路市の少女漫画の得意な友人 A の友達の恵子の親友、恵子ちゃんです。キャーキャーお願い。ゲストをオフコース呼んでください。恋が聞きたい、歌が聞きたい、触りたい、舐めたい、ギャーギャーお願いでございますだ。オフコース、オフコース、オフコース、うギャー。何なのそれ。でもイラストが上手ね。そうですね、綺麗です。じゃあそのけいこちゃんに、はい、 I love you。 はい、笑った失礼だな。そうですね。どうも。はい、あ、どうも、大間でございます。僕は和歌山県有田郡湯浅町の広田明美さん、13歳中に、ちょっと小田さんのこと書いたんですがね、うん、オフコースの出演はどうなってるんですか。言葉を信じて去年の暮れから待っています。小田さんは元気ですか。元気ですね。そして30過ぎの今一番したいことは、30過ぎの渋い男の人と一緒に歩きたい。10年早いかな。 I love you。 ねえ、一番次郎さんがディスクジョッキーみたいな感じしない、ね、あの恥じらいを知らないって。ああ、そういうことなのかしら。すごい今一瞬あのね、大間さんのディスクジョッキーが始まったっていう雰囲気がすごくしたのね。なんか、あ、どうも。はい、さて、どうも、鈴木康弘です。鳥取県の倉吉市長坂新町、谷本恵子さん、15歳の高校生。この前の放送からもうすぐ1年です。鈴木さんのまた1年後に、あの約束を果たしましょうよと。なんか前、そう、一番最後に、ね、うん、そう言ったのよ。ということで約束を果たしに参りました。
二十歳上みたい。ごめん。もう一回すみません。もう一回言って。I love you。イエーイ。なんかでもすごく今日はね、やりにくいというか、変な感じになりましたね。一番最初にこういうやり方をすると、なんかすごく雰囲気が違うというか、うん、構えちゃう感じがするんだけど。いかがですか、小田さん。みんなあんまりラジオとか出ないしね、うん、特に最近あんまりやってないし、緊張するんじゃないですか、前からと。ひとしとかラジオ大嫌いだっつってるしね。誰が？ひとし。そう？でも顔は、あ、緊張してる？ね、してますね。ドキドキするんです。なんか急に標準語になるんですよ。でも、ということで、今日はオフコースの皆さんということで、とっても楽しくなりそうです。それではまず1曲目ですが、何？ドンドンドンってのあれは機械、はい、そうですね。心臓の鼓動みたいな。はい、ね、はい、あれがすごく伝わってくるのね、この曲。聞こえました、うん。心臓の鼓動みたいに。うん、じゃあ、バッチリですね。素晴らしい感性。感性豊かな。と褒められたところで、まず1曲目です。 Of course I love you。 どうとしたの？Of course の1曲目は I love you でした。今日の Q&A はその I love you を使わせていただきます。素敵な人に素敵な場所で I love you とかね、こういうふうに囁かれたいって思うのは誰しも同じではないでしょうか。みんなちょっと浸透しない。ラジオなんだから何か言ってくれなきゃ。男の人と女とは違うのかな、そういうの。男はやっぱ言われると気持ち悪い、鈴木さん。僕は、うん。気持ち悪いっていうかね、うん、こっちで言っちゃおうだからね。先に言われるより前に。だから、すごい。なんとなく言われるとね、うん、戸惑っちゃうね。あ、ということは過去に言われたというのはあんまり覚えがなくて自分の方が言ってる方が多いと。そう、こういう感じですね。そうじゃないですか。そうでしょうか。じゃあ次郎さんは？僕はもういつも言われる方ですよ。嘘嘘。どういうの？なんかこういう愛の告白とか I love you とかって話題になるとなんかすごい声のトーンも変わるし、こうなんか雰囲気がすごくいつもと違うという、この番組が始まる前に話してた話題とガランと雰囲気も変わっちゃったという気がするんですが、さてやっぱり多分に照れがあるんですね。やっぱりお互いの中に。そうですね。はい。だからこれは第三者の方にしましょう。お聞きの皆さんのここで読み上げますので、反論なりそうだそうだなりいろいろ言っていただけたらと思います。まずは東京都大田区にお住まいの峰真知子さん、19歳の方ね。I love you と言ってもらいたい人は、通学の電車の中偶然隣り合わせた時、帰りにね、または学食で昼ご飯食べ終わってくつろいでいる時、人のおざわめきに紛れてボソッと言ってほしい。すると多分私、人目も気にせず嬉し泣きすんの。それを見てその人が慌てて私をなだめてくれるの。大変だな。今の状況をうまく説明するの難しいけど、小田さんは思わず椅子の後ろの方に身を引いて自分がその相手でもあるようになんか照れで身をよじってたという感じがするけど、じゃあ松尾さん言ってみて、こうザワザワしてんのね。ザワ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 、みんなちょっとザワザワ言って。はい、ザワ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 、 I love you って言うんですか。ザワザワザワ、 I love you。 なんか変なもんですね。さて、峰真知子さん、愛の告白の言葉をあなたらしく簡潔に、そばにいてもいいですか。辛いな、そんなの。たまんないわ、それ。どうして？いや、あんまり嬉しくないよね、それ。どうして？なんかこの辺がね、ちょっとなんか汗かいちゃう感じしてるわけ。胸のあたりが。心臓あたりに、なんかこうね、負担がね、ぐっと。あ、そう？じゃあ男が一番、あ、男というよりも松尾さんは、その言葉が一番苦手であると。いや、そういうことはないですけど、うん、今の、聞いたらね、なんかね、参ったなっていう、ちょっと、うん、すいません。本気だね。岐阜市にお住まいの富田明美さん、44歳の主婦の方。 I love you と言ってもらいたい人は、そしてどんな時どんな場所で、旦那様、夜寝床の中で。
足りましたよな。素晴らしいな。素晴らしいね。お母さんだったらちょっと。行ってほしいですか、その年になっても。いやいや、やだよ。ちょっと。だから、50とかね、60とか70ぐらいになっても、外人は平気で言うでしょ。映画なんか見てても。そう。言ってほしい。そういうのありますか？うん、あります。鈴木さん言ってます？僕はあんまり、どうすか？え？ジワさん。僕。言ってるな、お前。言ってるな、お前。でもちょっと恥ずかしいですよ、そういうのはノーコメント。はい、富田明美さん、次の、もしも何とも思っていない人に I love you と愛の告白として言われたらどうしますか？主人に相談してみます。すっごく素敵な方ね、富田明美さん。弘前市にお住まいの原田真理子さん、21歳の学生。愛の告白の言葉はあなたらしく簡潔に、ご飯食べに来ない？うん。なんか非常に目的を持ってるっていう。でも、この言葉に誘われて一度食べてしまうと、終わりという、落とし穴があるという。うん、そばになんかいてもいいかというとなんか似てるんですよね。うん、だからね。危険だね、あれはね。だからね、ってことなんで。ちょっとこうしがみついたら離れないっていうタイプですね。さて、ここでオフコースの曲に行きましょう。なんかこういう後に行きにくいというか、オフコースです。切なくて、オフコース、切なくてでした。この切なくてっていう気持ちって苦しいんだけどいいもんなのよね、うん、こう身が細るというか痩せるっていう感じがして、すごい好きな言葉の一つ。いい言葉ですね。いい言葉ね。さてここで、ね、オフコースの皆さんの Q&A をご紹介していきたいと思います。まずは鈴木康弘さん。あいたと。I love you、 I love you と言ってもらいたい人はどんな時どんな場所で。英語で来られると冗談みたいで雰囲気がない、言われるより言う方だから何とも想像しにくいと。うん、そうですね。そんなに乱発するんですか？いやいや、やっぱり男が言う方がいいんじゃないですか。女がね、うん、なんか言うと、さっきの松尾みたいなね、雰囲気で、なんか、こう、なんか引っかついていかなくちゃいけないっていうね。愛の告白の言葉はあなたらしく簡潔に、俺、お前のこと好きだから、てん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 。そうやって読むからいけないんだよ。いや、これはすごい意味深よ。俺、お前のこと好きだから、てんてんてんっていうのは、その後に行動がなんか来るのよね。うん、いろんな場合あるでしょ。うん、好きだから電話したんだよとかさ、うん、好きだからどの子のとかあるじゃん。うん、それで、だから好きだよっていうふうに終われないような気がしましてね。うん、てん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 ですね。はい。もしも、なんとも思ってない人に、I love you と言われたらどうしますか？どうもありがとうと答えて、あとはわからない、お茶の濁し方が難しいなって。これ鈴木さんの雰囲気出てるね。ありがとうって言うんですか、嫌な人でも。いや、言いますね、一応。うん、一応。うん、はい、はい、大前志郎さん。志郎さんじゃないですよ。志郎さん、はい、はい、I love you と言ってもらいたい人はどんな時にどんな場所で。え、恥ずかしい、てんてんてんって書いてある。いやね、そんな読むからもう。だってそういう雰囲気の字なのよね。じゃあ自分で言ってみて。いやー、いいですよ。やっぱああいう感じでしょ。はい、愛の告白の言葉はあなたらしく簡潔に、恥ずかしくてマジでは言えないや。そんな言うもんね。じゃあ言って。いやいや、反論あるんなら、ま、強い。もしも何とも思ってない人に I love you と言われたらどうしますか。一応どうもありがとうと言い、僕を諦めてください、でも僕を諦めてくださいと言います。うん、今の言い方やらしかったね。そうすか。うん、次郎さんがどうぞ言ってください。いやいやいや、勘弁してください。勘弁してください。松尾さん、 I love you と言ってもらいたい人はどんな時にどんな場所で。クエスチョンマークが先に書いてあって、
好きな人みんなに言ってもらいたい。らしいな。でもさっきの発言とちょっと矛盾してますね。ねえ、いい加減ね。愛の告白の言葉はあなたらしく簡潔に、ないと思う、そのまま好きという。そうですね、うん。あんまりないからな。あんまりなんですよ僕。あ、そう、ええ、はい。もしも何とも思ってない人に I love you と言われたらどうしますか。照れるか、僕も好きですという。すごい説法ないのね。ね、いい加減すぎるわよ。うわ、言われた。清水さん、 I love you と言ってもらいたい人はどんな時にどんな場所で。なし。はい。いや、難しいですね。うん、はい。ないの。うん、ない。どうして。いや、明日のとあるかもわかんないですけど、うん、今のところはないわけね。ないですね、うん、はい。愛の告白の言葉はあなたらしく簡潔に、好きです。そう、そう。もしも何とも思ってない人に I love you と言われたらどうしますか。ありがとうって言います。似てるね。すごい雰囲気出てるけどね。最後です、小田さん。よし。 I love you と言ってもらいたい人はどんな時にどんな場所で。いない。愛の告白の言葉はあなたらしく簡潔に、多分何も言わないでしょう。もしも何とも思ってない人に I love you って言われたらどうしますか。まず先にうんと言っておいてから、急に抽象的な話をする。いろいろ抽象的な話をすると思う。ちょっとすいません、清水さんと小田さん二人で何か話して勝手に。要するに、あの、すごく似てるね。うん、今一人一人聞いてて似てるなと思ってて、ね、うん。申し訳ない気がするでしょ。明日になったら変わってるかもしれないっていうところも、ああそうだなと思って。うん。いい加減なんじゃないですか、二人とも。そうですね。うん、嘘嫌いですか。これは嘘とか本当かとかという問題じゃなくて、あの、どっちかというと、あの、こちら3人、すごくいい人。こちら悪い人。そうですね。という、こういうね、感じね。本当はそれは嘘よ。いや、マジに捉えますね。ちょっと痛かったな。ああ、さて、今日の Q&A、I love you と題しまして、オフコースの皆さんとお送りしてきました。さて、皆さんもこの Q&A に参加してみませんか。参加の方法は簡単です。おはがきにあなたの住所、氏名、年齢、職業、そして今一番したいこと、これを必ず書いて送ってください。で、その中から何人かの人にこの Q&A 用紙をお送りしております。ここで今一番したいこと、いくつかご紹介しましょう。これは愛知県にお住まいの、うん、名前どこに書いてある。あら、ここだ。鈴木さん、育代さん、17歳。今一番したいこと、愛してますってあの人に言いたい。松尾さんの好きなのが出てきたよ。愛してますってあの人に言いたい。まだ子供だけど本当に好きだから。でもきっと無理だって、あの人と私。15歳も年が離れてるから、あの人にとって私は恋愛の対象に入らないでしょうし、点点点。でも本当に好きなんです。だから真面目に愛してますって素直に言いたい。うん、17と15足すと32でしょ。うん、小田さんと同じぐらいなんで、小田さん17歳ぐらいの人どう思ってるんですかね。いや、いいですよ。そういうこと もね、あの、どうせ小田さんの答えはない、うん、知りません。いいですよですね。はい、いいです。あ、じゃあちなみに年上と年下とどっち好き。年上って言うともうほら、うん、ね、問題があるよ。気をつけて発言した方がいいよ。いやいや、結構もう年上って僕より年上でしょ。ね、いいんじゃないですか。いいですね。さて、もう一方いきましょう。樋口渚さん、15歳の方。今私が一番したいこと、私の母を再婚させること。私が10歳の時に父と離婚して以来ずっと苦労ばかりして、一時は骨と皮だけみたいな時もあったんです。最近では少し太ってきていますけど、
誰かいい人を紹介してくれないかな。あ、そういえばオフコースの小田さん、清水さんなんかまだ独身だったですね。一度私の母とお見合いしてみませんか。私の母の名前は樋口福代、現在33歳。あら、この辺ぴったりだね。うん、今年の12月23日で34だから小田さんと同い年なんですよ。高一の私と中一の妹の二つの小ぶつきですけど、よかったらもらってくれませんか。その気になったらお手紙ください。若いですね。ちょっと、ちょっとブツブツ。その気になったらお手紙ください。そうですね、楽しみに待ってます、はい、それではグッバイ。一度させてみたいな。結婚ですか。はい、今日結婚式行ってきましてね、うん、やっぱりなんか向こうの世界の感じしましたね、うん。お見合いしたことある？いやないですよ。お見合い面白いな、よな、小田ちゃんとお見合いしたどうしてどうしてなんか喋る変質だ。そう、喋ると、いや、喋れると思うけどな。喋る、うん、やっぱり最近その意識しすぎたんちゃう。そうそう、うん、なんか守らさなくちゃいけないっていう、うんうん、人のこと考えるようなと少しでは曲に行きましょう。夜は二人で、オフコースで夜は二人でした。すごく素敵な曲ね、大人の歌って感じね、今日はオフコースの皆さんをゲストにお迎えして I love you という Q&A をお送りいたしました、さてお別れに一言ずつ、じゃあ皆さんじゃあ今度小田さんからいきますか。はい、はい、そうですね、ずっと活動、これからもしばらくみんなの前表立って出るまでだいぶ時間があるんで、それまでみんなで頑張っていい仕事をしてからみんなにいい顔を見せたいと 思ってます。待っててください。はい、清水さん、はい、ちょっと長い休みが続くんですけども、その後にはLP のレコーディングがあります。またいいの作りますので期待して待っててください。同じようなことなんですけれども、ずっと休んで、それで来年の1月ぐらいからまたツアー行いますので、その時は素晴らしいまたステージにしますので、皆さん期待してください。松尾さんでした。はい、はい、大間さん、ええ、一言頑張ってきますんでね、皆さん期待してください。頑張りますよ。はい、オフコースもちろん頑張りますが、今安部光俊っていうやつの LP とシングルとかねやってますんで、ぜひともいいものができると思うんで、聞いてみてやってください。リクエストもいっぱい来てます、ね、うん、あ、そうですか、うん、でもやっぱ弟分という感じでね、ありますね、ね、頑張ってほしいですね、はい、はい、そして今日の本当に人生、本当に僕もね、すごい1年2ヶ月っていう時の流れっていうのはね、驚きなのね、うん、で1年2ヶ月とは425日余りでしょ、計算してたわけ1日1日を積み重ねてきて、そのほら最初の時と、うん、2回目と今日とね、うん、オフコースはもうずっと変わってないと思うんだけども、周りがどんどん変わってるっていうんでね、うん、なんか一種の考えがありますね、うん、で特にほら昔のオフコースを僕は知ってるから、うん、そういうね、こう思い出すとね、なんかね、なんか一日一日こう重ねてきてよかったなっていう感じがね、うん、すごいしました。でも生きていてよかったなって感じが、その前回ね、オフコースの皆さんがいらした時、ちょうどブルーというか、ソーとウツに分けると、うん、ウツの方だったのね、凄まじい、落ち込みだったんで、うん、だからここまで来たなっていう感じだね今はそうになってんのよ、しかもほらハガキがいっぱい来てたから、うん、これはなんとかこれをやんなければまだ知れないなという感じがあったんでね今日は安心してもよく言う。お別れの曲はオフコースを代表してどなたにというのを決まったんですよね、一番最初に。それでずっと緊張してたのね初めからはい、大間次郎さん、はい、それでは大間でございます。かっこよく、はい、最後ですからディスクジョッキーのつもりで、はい、どうぞ。ちょっと高層ビルで、窓を開け放して夜に一人でグラスを傾けながらこの曲を聴いたら本当に
最高だなと思うんですがね、僕が大好きな歌です。それでは最後に聴かせて。